神馬今宮神社祭の屋台行事は、今宮神社の霊体祭に行われる、華麗な彫刻を施した、林屋台が巡行するつけ祭り行事である。霊祭日は、毎年10月第に土日曜日とされているが、近年は、大育の日以前の土日曜日に行われている。通称、神馬秋祭りと呼ばれ、その場合には、今宮神社の神事である、霊体祭部分と、 2日目に行われる市民パレードや屋台揃い引きなどの市民祭りまで含めた総称となる。栃木県鹿沼市の中心部に祀られる今宮神社は中心部34カ町の氏神となっている。例大祭には34カ町のうち屋台を持つ27カ、町から毎年20台ほどの屋台が参加する。 祭りついたちめは各町を出発した彫刻屋台が列を連ねて今宮神社へと繰り込み、神前に林を奉納。神事を取り行った後、境内で屋台に町鎮を灯し、再び各町内へと繰り出し帰っていく。参加台数により変動はあるが、概ね繰り込みには4時間ほど、繰り出しには3時間ほどを要する。二日目には今宮神社の御腰が町内を巡る。 五巡校と全町の屋台揃い引きが取り行われる。宇治子町は上祖、下組、田町下組、田町上祖の四つの組に分けられ、輪番で祭りの当番組を務めている。この当番組に属する町内は、組内から順にその年の祭り運営を取り仕切る、当番町を出し、他の町内がそれを補佐する。都合三十四年に一度、当番町が回ってくることになる。 なお四つの組にはそれぞれに固定した親町と呼ばれる町があり、各組内のまとめ役を務めている。神祖は久保町、下組は中町、田町下組は中田町、田町神祖は上田町である。一例であるが、彫刻屋台が神社へ至るまでの道程には、他町内を通過する必要が生じる。屋台行列は、上記の各組ごとに移動するため、 親町を先頭とし、町境に差し掛かる際、庭先通行の挨拶を行い許可を得ることになっている。これは、町内同士の対抗意識の一端と見ることができ、他に、田町の会所前を通過する際には林を止めること、田町の屋台には手を触れないことなどがあり、遵守されない場合には、喧嘩に発展することがある。祭り行事の執行を取り仕切るのはその年の当番町。 及び党番組であるため、その仲裁により、行事の円滑な進行は保たれるが、町内館のさかいについては、後日、親町を仲立ちにして当該町同士の話し合いにより、解決される。鹿沼今宮神社祭の屋台行事は、風流の屋台行事の一つの展開形を示しており、全国的な比較の観点からも貴重な行事で、あるとして、平成15年2月20日に、 国の重要無形民族文化財に指定された。それ以前は、今宮神社付祭り及び三越巡行習俗の名称で、栃木県指定無形民族文化財であった。また、平成28年2016-12月1日には、ユネスコの無形文化遺産に、山、保屋台行事33件のうちの一つとしても、登録された。なお、 27台ある彫刻屋台の中には、江戸時代に制作されたものが13台あり、この13台と当時の彫刻をつける1台、合わせて14台が、鹿沼市指定有形文化財に指定されている。戦国時代に、鹿沼を支配した三節の滅亡とともに、鹿沼城の鬼門の守りとして誕生された、鹿沼今宮神社も荒廃した。慶長13年3月、鹿沼塾の復興は、 今宮神社再建を契機として始まったとされ、この年は、日でりが続き、大干ばつとなったので、うじ子や金号の人々が今宮神社に集まり、雨乞いの祭りを三日三晩続けたところ、激しい雷雨が起こった。これより、雨の上がった6月19日を、宵い祭り、翌20日を霊祭とすることになったのが起源と伝える。屋台は当初、 宇治神へ踊りなどを奉納するための移動式、舞台だったが、完成の頃、付け祭りが盛んになるにつれ、林方も屋台の中に乗ったため、屋台を作り替えたり、荒屋台を作る地域も出始め、それまでの踊り屋台としての機能は引き継がれたものの、形状が狭くなり、別に、踊りだよ、屋台の前に設置し、踊りや狂言を演じるようになった。同時に、屋台は黒うるし塗りや再出来され、 原野台の素型になったと伝えられている。一方、太平の世を謳歌した文化から分世紀を過ぎて、江戸幕府の改革により、祭礼を失素にし、在京芝居が禁止されることになると、人々は屋台を白木の彫刻で飾り、神社にはお囃子を奉納する形へと変化し、現在に受け継がれている。祭りに参加する宇治子町のうち、 その年の当番町を一番として順に番号を振っていくが、縁起を担いで4と9の番号を避けている。9月上旬の刈谷大奉納の際、今宮神社拝殿で宮司から各町に番号札が手渡され、例祭の繰り込み順が正式に決定される。鹿沼今宮神社祭の屋台行事、今宮神社祭礼に引き出される宇治子町の屋台は27台ある。 これらは、江戸の屋台の系統を弾く、踊り屋台から発展したもので、元来芝居や踊りのための移動舞台だったものが、林方が中に乗って演奏するものへ変化している。いわゆるカヌマ型の屋台の最大の特徴は、日光山社寺の豪華な彫刻の影響からか、全面が豪壮な彫刻によって飾られている点である。この地域は、日光霊平市街道と、 日光西街道の宿場町であったことから、日光山の彫刻士が冬、仕事がなく下山した際や、日光の帰り道に、宿場や村の依頼により作ったものという伝承があり、現存する屋台の一部には、日光五十棟堀物方棟梁、後藤正秀や磯部義左衛門、磯部義平、石塚直吉、上山正五郎、後藤乙吉などの堀師の名が残されている。 また屋台は一時に制作完成させたものではなく、町内の住民による、格好割りで費用を集め、資金の整いに応じて、彫刻等を追加するなど、その制作期間が、長期にわたり、代々受け継がれる町内の財産とも言えるものである。中町屋台彫刻箱書き以前各町の屋台は、最例の土に組み立て、解体を行っていたが、近年は組み立てたまま収納可能な収蔵庫が、 建設され大幅な負担軽減が図られた。反面組み立て解体技術の創出や屋台、保存環境の変化も危惧されている。カルマの祭り林は、江戸林及び火災林の流れを組み、忍え一人、すり金一人、しめ太鼓二人、長堂太鼓一人の五人で構成され、屋台後部の内室に乗って演奏する。祭りの中でも、複数の屋台が、お林を競い合う。 ぶっつけは、祭りの見どころの一つである。林方には、小松流や平戸流などの流派があり、屋台林では、江戸馬鹿、正殿、神田丸、鎌倉、四丁目の五段林を演奏する。また、各町内の屋台に乗り込む林方は、伝統的に隠し市町から依頼された旧、鹿沼町周辺地域在の林連が担うことになっている。手こまいは、鉄棒引きの他に、 戦闘の標識が加わり、屋台を先導する。昔は断層した芸人などが、鉄棒引きに奮していたが、現在は、町内から選ばれた男女がその役を担い、伊勢馬釜、鉄鋼キャハン、旅、わらじをつけ、花笠を背にした伝統の姿を守っている。ぶっつけには二つの意味があるとされる。一つは、 交差点などで2台以上の彫刻屋台が向かい合って行うお囃子の演奏を指す。お囃子を激しく演奏し合い、調子を狂わせず演奏することを競うもので、この時周囲では提にや歓声などで囃し立てる。事前に連絡を取り、申し合わせの上行われるが、お祭りの最高の見どころである。もう一つは、9月上旬に行われる狩谷台の奉納行事を指す。 各町が、リアカーなどを利用して作った仮屋台で神社に繰り込み、霊祭に屋台を出す意志を表す。この時、太鼓を打ち鳴らして、仮屋台で社殿に繰り込んだことの、太鼓打ち付けからできた言葉だと言われている。本祭一月前に行う仮屋台放納行事にて、使用される。既存のリアカーに逆だる及び太鼓を乗せ、屋根をかけ、前方に青竹を突き出し、ちょちんを下げる。 本祭と同様に、各町内から出発して神社に繰り込み、繰り出しを行う。下田町屋台は、江戸時代からの運行技術を受け継ぎ、麒麟ではなく、牛馬と角材を用いて、方向転換を行っている。これは、手駒和しと呼ばれ、祭りの見どころの一つとなっている。祭礼の二日目、今宮神社の御腰が、当番組の各町会所を回り、海苔と掃除をする。 巡行の列は、当番町の最低委員長を先頭に、坂木、猿田彦、時穂子、獅子頭、三越、宮司、角町氏子総大などが続き、全長約200メートルにもなる。かつては、氏子全長を回っていたが、現在は当番組以外の組合は、自動車で回る略式のご巡配を行っている。ご巡行、ありがとうございます。